さあ、四つ目。あれ？四つ目に来たと思ったらいきなり何か渦があります。あれ？行き止まりだね。ここは終点なわけないよね。四つ目いくらなんでもそんなスッと終わられたらびっくりするんやけど。また看板になんか書かれとんな。うん。勇気を出して渦に飛び込みましょう。息は水着では大丈夫です。嘘ってこれのことか。旅の扉じゃないんだ。旅の扉はちょっと違う世界線だからダメか。大丈夫かな？すごく水面に引き込まれそうな勢いだけど。行ってみようよ。きっと、水面に道があるんだよ。これ水面って言ったけど大丈夫？これ、ね、間違ってない？どうせ。どうせ間違ってんでしょ？自分のことだから漢字検定。まあ、看板信じてみようや。まあ、釣りの時も信じてもらえたしね。これで死んでもらったら、あの魔法陣まで化けて出てやろう。恨めしいってね。いいの、それで。そんな、二人ともそんな命を軽く捨てていいのかい？入り口はここか。じゃあ、エンター、チェック。勇気を出して渦に飛び込みましょう。息や水着を着ては大丈夫です。行くか。行く、行かない。あ、行くしかないわ。あー、水中！おー、すごい！水中息できるよ。ん、どういう原理か知らんけど。海底に重力働いとるようやな。おかげで普通に歩けるようや。水中歩けるってなんか絵本の世界みたいだね。まさかこんなメルヘンな体験をするなんて思わなかったな。陸に戻るときはこの泡から戻れるみたいだね。戻る方向も把握したし、先に進んでみよう。はい。じゃあ敵もそうだよね。ここでさ、炎ウィルオウィスプとかできたら俺泣くからね。はい。さすがにね、サハギンとかね。そうだね、サハギンとか。まあそうだよね。ここにウィル・オー・ウィスプ出てきたら俺はびっくりするからね。うん。サハギンか。サハギンカールとかもいんのかな。中級魔法を覚えたんですよ。そうそう、この前。フレームピラーとか、アイスバーストみたいなの。フローズンウォールか。アイスバーストじゃなかったわ。だからそれが気になるんでちょっと打ってみたいと思います。フレームピラー、フローズンウォール、効くのか水相手に氷をかますと。あまり効かなそうなイメージありますが、エイヤーでやってみましょう。やってみましょう。それエイヤー !210。フレームピア !132。ああ、うん。ユミエルより効いてる。いた !326? 結構強いね、君。フレームピラーの方が、まあ、さすがにエクリエルがムキムキすぎるのか。そもそもエクリエルムキムキだからしゃあないな。ファイヤーボー !74! エイヤー !176! あれ燃費悪い敵の耐性かなんか知らんけど燃費悪いな。アイススラストが170ぐらいで、フローズンウォールが200ちょっとでしょ？アイススラスト良くない？あ！サハギンガール？水の妖精。過去に見たことあるぞ、水の妖精よ。何やったっけ？水の妖精なんかカーテンとかしてくるの？魔法向こうとかしてくるの誰だっけ？過去作でいたんすよ。魔法向こうとかしてきた敵。誰だったっけな？えいや、攻撃攻撃で。ほい。ファイボン？えいやー !146! あ、スリープ寝た。アイスラスト !82! アクアブレス、おめえら全体攻撃使ってくるくせによ。こっちは全体攻撃連携しかねえんだよ。いや、連携あれ十分だろ。連携あれ十分なんだけどさ。効くかなー、効かんなさそうな気がするから、一回ファイボンで休みよう。アイスラストファイボン !88! 魔法はあんま効かねえな、やっぱり。178か。で、フローズンウォールが、ちょっとさっきのなんかの間違いじゃない？えいやー、フローズンウォール !203。うん。アイスタストでいいな。あ！あ！あ、大丈夫だった。リメル？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 なんとかして？リメル、なんとかして？このシビルクラゲ相当嫌なやつです。電撃でひたすら麻痺させてきます。あ、大丈夫だ。癒しの風して、癒しの風、ファイアボール、攻撃。危なっかしいな、こいつ。電撃で全体麻痺はやばい。びっくりした。やばいって思っちゃった。さすがにやばいと思った。お、これ。これが厄介。厄介すぎる。あまりにも。あまりにもこいつが厄介だぞ。このしびれクラゲとかいうやつ。ストップ？やっぱ麻痺やばいな。攻撃されても起きないっていうのがさ、眠りと違うところで、麻痺すげえ効く。モンスターズでもそうだった。イベントだ。
はい。そういや、リオン君が雷技使っても私たちに感電しないね。まあさっきも思いっきり全員麻痺したけどね。うん、みんな巻き込むんじゃないかなと思ったけど、なんともなくてよかったよ。僕の炎の魔法も普通に出せるね。そうやね、ファイアボール使ってるね。エイヤーも大丈夫だね、なんだったら。まあさすがに効きは良くないけど、あ、そうなんだ、だから、炎が効かねえのか、あいつら。なんか気にしなかったわ。リュミエルの火力不足は、ドーピングしないのが原因かなと思って。エクリエルのエイヤーが150とか170とか出るから、気にしなかった、そんなに。オレチョなんかも普通に勢いあるしな。これも水着の効果なのかな。水中の常識を無視できるって最強だね。水中探索の任務はこのふんどし続けていこうかな。でもさ、泳げなくて海底に常に重力働いてるのは不便じゃない？泳ぎたいのか。あ、そっか。でも水の中でも息できて、いつも通り戦えるのはそれを差し入れるメリットの方が大きいんじゃないかな。うん。いやでもそもそも水着一丁たかなあんまないやろ。いいツッコミだね。ありがとう。いや、自分が初めて知ったのはリュメルの炎の魔法の効き目が薄いことかな。あ、薄いんだ。知らなかった。気にしなかった。ごめんよ、リュメル。来た、ボス。レベルは23で、エクリエルのみ HP1000 を超え、ボスまでやってまいりました。エクリエルが困りくると主軸です。パーティーの。なんで、エクリエル、最悪エクリエルとタイマン張ろうと思います。よろしくお願いします。行きましょう。さあ、なんだ？ボスは誰だ？うわ！シャードラ。行き止まり、あ、クジラなのね、これ。サメだと思ってたんだけど。行き止まりにいかにもクジラが待ち構えてるね。十中八九、こいつを倒さないと先に進めないってことだろうね。今までの敵のように大きい相手だね。下手したら丸飲みされちゃうかも。ほう！だったら飲まれる前にやる。俺っちたちを餌にするのが高い代償がつくことを分からせやるな。よし、みんな行くよ！何名前？ケトス。なんか随分アイコンとちょっと違ったけど、アイコンちょっとサメっぽかったけど。クジラだったんだね、君は。クジラさんだったんだね。とりあえずディフェンド、ディフェレス、向かい風、アームズブレイク。向かい風。ディフェンド。とりあえず準備から入ります。いつも通りね。渦潮。なんだ？固定ダメージか、ゼロ。なんだ、ゼロ？あ、麻痺！麻痺かー。渦潮が麻痺なのかー。知らなかった。渦潮って今までね、僕の一般的な、知識で言うと、スリップダメージだと思ってました、勝手に。毒みたいな。ダメですね。良くないですね、こういうの。ディフェレス。それだったら緑の薬リオンかな。ディフェンド2回目緑の薬直して、ディフェンスで下げて、ペチ1回コードなのはありがたいな。マチェストエイヤー、エイヤーじゃねえ、エイヤーって言っちゃった。アイススラスト、向かい風2回目、アームズブレイク2回目、向かい風、マジェスト、エイヤーの火力上げて。エイヤー !289! 渦潮。あ、ダメージ食らわなくても麻痺にはなるんだ。それだったら、リオンで直しにかかるか。エイヤー、リオンが緑の薬、気合、まあ、まあ、意味はあるな、それをやる。意味はある。気合、じゃ攻撃上がるのは悪くない。エイヤー気合、渦潮。まだ、ああ、二回攻撃してくる時あるのか。二回攻撃してくる時がある。エイヤ、エイヤ優先。緑薬。そーらよ !314! ゼロペチの分はありがたいね。アタック、ディフェンスまで塞がってる。オッケー。じゃあ、エイヤ。で、リオンはアイテム役。攻撃。エイヤー302 358 0 そろそろ更新かな。更新してエイヤー、どうしようかな。リオンやることなくなったね。攻撃でいいや。攻撃160、ディフェンド、エイヤー281、355、渦潮8。ダメージはそこまででもない。
こいつがやってくる多分半分 HP 半分来た後の攻撃がやっぱり怖いとなると、アジダウン、あーリオン今動けないのめんどくさいな、更新したいんだけどな。ディフェンス上げたい、待って、マチェスト上げたい、ディフェンス下げたい、アームズブレイクしたい。あーでも緑の薬使った方が良かったね、リオンに。ディフェンス、うずしお、全員麻痺の状態で、あの HP50% 以下の攻撃食らった時はしびれクラゲの再来になっちゃうから、そこだけ気をつけないといけない。直しに行こう。緑の薬、魔法、リフレッシュ、リオン、一旦様子見。吹雪、おお、やるね、ちゃんとやるね。アタックダウンさせててもなおダメージ出るか、それが魔法なのかな。ディフェンド、ディフェレ、んー、どっちでもいいけどね。ディフェレスさっきかけたっちゃかけたんだけど、あーでも1段階になってるね。マジェスト、ディフェレスね、向かい風、アームズブレイクで向かい風、渦潮、いやー渦潮の頻度高いな君。ディフェレスで下げて 50% 切った時の行動がすごく怖いから、いつでも癒しの風を使えるようにしておきたい。ディフェンド、待って、ディフェンドよりは緑の薬かな、緑の薬、アイエイヤー攻撃、エイヤー吹雪、吹雪、メイルストロン、うわうわうわ、あ、神は言っている、ここで死ぬ定めではないと。はてさて、もう少しで 50% だよ。さっき 50% の時に、吹雪吹雪メールストローム。あれさ、見返したんだけどさ、ひどくない？吹雪吹雪メールストロームでした。はい。吹雪吹雪メールストローム、耐えられるわけありません。だから、ちょっと突破口あるんですよ。メールストロームが魔法攻撃の可能性がある。マジェストをね、かければ、ワンチャンダメージをしのげる。でもマジェストをできるエクレが今麻痺してる。一旦様子見。一旦様子見で。気合、吹雪吹雪メイルストロームはやばかったな。あれはだって900ぐらい持ってくもんね、エクリルしか耐えないもんね。アクアブレスなんて入ってくんだ、へえ。そうそう、これ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 、ただこの吹雪が魔法攻撃の可能性あるから、マジェストかけたい、違う、デバフかけたいんだよね。フレーム、ディフェンド、デマジェスト、向かい風、待ち待ち。一旦様子見、ここ慎重になろう、ここ慎重になる。デマチェストで威力下げて、でここフレームピラー、ガード、ガード絶対いる、エクリエルだけでも生きてくれないと困る。さあ来るぞ、メールストーム、メールストーン、さあこれどうだ、デマジェストもかけました、どうだ、だっだっだっだ、おい、すごい耐えた、よし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 、想像以上にリオンとクリムが耐えた。想像してるより耐えたね、偉いよ、偉い、すごく偉い。オッケー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 、さっきの最悪のパターンは避けたな。とりあえずオッケー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 、とりあえず、次は攻撃下げたい。デマジェスト。向かい風。向かい風、いや、意味ないな。向かい風意味ないな。で、アームズブレイク。リュミエルはちょっと待ってろ。リュミエルちょっと待ってて。攻撃は、あ、でもディフェンドのためにリュミエルがいるからな。ちょっと待っててって言いたいけど。この作品ね、確か蘇生があんま強くなかったんですよ。なんか HP10 分の1くらいで復活するんですよ、確か。道具で、このキツキ薬ってあるんですけど、これがね、10分の1でしか復活しないんで、味ダウンさせてあるんですよ、向こう。素早さをダウンさせてある以上、先制素材になっちゃって、結局、ブレスでやられるっていう可能性があるから、リュメールを復活させづらいんですよ、すごく。復活させたいのは山々。ただし、この作品の、
蘇生があまり強くないのも、本当にそれこそ向かい風だから最悪切り捨てた方がいいかもしれない。ディフェンドでしか使わないから僕の使い方だと。攻撃さえ下げてしまえばなんとかなりそう。あとはさっきみたいにメールストロームもう一回来たのを大丈夫なようにしておきたい。アクアブレスなら OK。 デマジェストの方が大事かな。デマジェスト攻撃攻撃、メールストロームで700くらい食らったからな。結局 HP はエクリエルだけでも保っておかないとダメだ。でエクリエルは癒しの風のために必要だから絶対に起こさないとできない。アクアブレス、吹雪、その同手が一番やばい。そっからメールストローム打ち込まれるとやばい、マジでやばい。 HP は高めに保っときたいね。そうなると癒しの風でアタックとマットが下がってます。じゃあ OK かな。攻撃、癒しの風で1000回復するのはいいんだけどな。ディフェンド、ほら来たね。やっぱ打ってくると思ったよ。もう一回ぐらい耐える。オッケー、耐える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 。オッケーオッケー。リメルは下手に復活させちゃいけない。なんでだ、なぜだ。なぜそうなってしまうんだ。とりあえず耐えはしたから念のため大防御。サイクリームお前だけでも生きろ。癒しの風、でもメールストロームちょっと強すぎないか。ちょっとローテによっては本当に確定死になっちゃうぞ。吹雪吹雪アクアブレスとかでもその後メールストロームったら本当に確定でやられちゃうぞ。びっくりしたもん、初回びっくりしました。初見殺しだろこれって思ったもん。今までなんだかんだで耐えてきたけど、それにしたってやな。そう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 、その2連からのメールストロームでやられたからね。3回動いちゃったな君。1から3回コートの旅か。でそれが上振れたってわけな。まあそれだったら納得いきますわ。デマジェスト、アジダウンさせておきたい。向かい風攻撃、渦潮ならまあまあまあ、麻痺が嫌だな。全員麻痺したらもうどうしようもないからな。まあクリム一体なら大丈夫で、エイヤー、緑の薬、エイヤー、渦潮は一人ならいいんだけどな。アイススラスト攻撃、アームズベイク、吹雪、吹雪 HP は高く保っときたいね。癒しの風、攻撃、吹雪、エイヤー、もう多分押し切れるんじゃないかなと思うけどな。押し切れるでしょ、エイヤー。オッケー、借りは返したぜ。いやまさかやられるとはね。いやでもあれはローテが最悪すぎただけなんじゃないかな。初回のことを把握してなかったもん、自分悪いけどローテが悪すぎた、あれは。ありがとうございました。あれゼロ、ニューメール。ニューメール倒れたまんまゼロだよ。あれ、あれは入り口あったわと同じものだね。魔法陣じゃないってことはまだ続きがあるのかな。まあ水中に魔法陣やったら店員先水浸しになりそうで、肉に上がったらあるんじゃないかな。あれって周りの環境も店員さんに影響されるん？どうなんだろう。実は天意の魔法陣でどういう原理かよく分かってないんだよね。そもそも作り方もわからないし。天意魔法自体も特殊だからね。改めて魔法って不思議なもんやな。どうでもいいけど早く行こうよ。はいはい。とりあえずリメル蘇生しようか。リメルありがとうね。リメル君のディフェンド役に立ったありがとうね。まあメールストローム2回目同じ手は2度食わんってわけよ。さあ行きましょうか。ラスボスか、上がれそうだな。ラスボスとかある？あ、神殿、おお、なんか立派な建物あるで。じゃあこの奥にメイカ様の実家から取られた建物があるんで、そういやそんなのシナリオだったね。
ちょっと2日3日で撮ってるからさ、忘れちゃった。なんか大切なものでしょ、なんか黒歴史的なやつでしょ。そういえばそういう話は同じこと言ってんじゃねえか、リベルと僕自分は。一体どんなものなんだろうね。女神版が、あれやばいものなんかな。あっちの世界のエロ本とか。はぁ、私たちそういうの見ちゃダメだよ。いや、さすがにそれはないだろう。とりあえずなんであれ、回収しないと。この神殿の奥に。この神殿も残女だったりするんかな。あ、そういうわけじゃない。普通に本。お、この本かな。エッチな本じゃないよね。エッチな本だって強いんだって。強い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 。強い作品あるか、エッチな本が。ピンナップバグって言うんですけど。あー、心配な俺たちが喧嘩したのか。18歳以上やしな。じゃあお願いしようかな。ほな、ちょっと待ってな。うん。ん？取ったの？エロ本やないけど、なんというか反応に困るわ、これ。ほう。あー、これは、確かに、コメントしづらいな。そう？僕はなんかグッとくるけど、まさか中二的な、黒歴史的な。それは今のリベルがそういうの好きなお年頃だからだよ。グレンのフォローに焼かれて消えるとか書いてあるのかな。はぁ？ま、こいつを女神派に届けたのか。あれ、終わり？おかえり、例のものは回収してきてくれた？これやろ。服元に戻ってるね。そう、これ！はぁ、よかったー。念のためキック中見てないよね。見たよ。ちょっと何その反応？まさか見たの？まあ、なんていうか、見てしまったいうか、見えてしまったいうか。そうなんです。見ようと思って見たわけじゃないんです。いやー、まさかメイクさんもああいうの書く時代があったんだなーって思いました。あ、見ようとして見たわけじゃないですよ。バッチリ見てんじゃないの？あんたたち何してくれてんのよ！そんな怒ることないじゃん。僕はああいうの好きだよ。孤独のように思い出す。漆黒の神にシュガーラブとか。はは、ぐさ！瞳の奥の星のいたずら。上がらえど下がらない運命の輪。とか、読んでてグッときたし。槍の必殺技みたいなの出てる。倒れた！ちー、嘘！それで？いいじゃん！自分だってそんな頃あったって！あれ？ほめちゃんなんで倒れてんの？まあ、自分もあと数年経てば渡るようになるで。こないだお仕置きした時にオーバーキルしちゃってるじゃん。相当だったんだな、それ。自分もそんな時期あったけどな。え？この名テーマはまさか。あれ？まさか終わり？なんかもう一段階ぐらいあると思って手が構えていらっしゃ。終わったー突然終わっちまった。ケトスがラスボスだったのか。マジか。わー、終わったー。お疲れ様です。ありがとうございます。いやー。8ヶ月ぶりにフリーゲームで実況の動画撮ったけど、いや、楽しいね、やっぱりね。いやー、このね、春巻さんの作品ね、もう本人からもオファーがあったんで、喜んでやらせていただいた形になるんですけども。いや、久しぶりにやったわ。楽しかった。戦闘がね、難易度高くなってる。どん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 。多分慣れてくると難易度が高くなるんだよね、多分。これは作ってる側の自分もそうなんですけど、作ってる時の。どんどん RPG 作ってテストプレイしてると、あ、なんかぬるいとか言って難易度上げるんですよ。で、HP1 にする攻撃とか、普通に入れ始めるんですよね、僕も。特定のターンでとか、特定の HP でとか、入れる。で、なんかぬるいとか思って、それだけじゃぬるいと思って、さらに行動入れて、確定1人促進したりとかね。いやでも今回もね、今回どっちかというとダンジョン潜りタイプだから、あれ、ソンソンちゃんがいるとか、そういうのはなかったっすね。エクリエルが暴走するところとか、単純になんか、キャラパワーが上がった感じがする。あれだね、キャラパワーが上がったのもそうだし、敵のパワーも上がったんだけど、何よりエクリエルの HP が1000あったっていうのがびっくりしたよね。今までの作品で多分エクリエルの HP が1000超えることはなかったんですよ。それが今作でようやく叶いました。エクリエルの HP が1000超える。
なんだったらやっぱりステータスのトップタイでした。基本的にはね。で、魔法の効き目が薄いという難点もね、エクリエルでね、えいや、えいやしてたら気になりませんでした。いやー、面白かった。で、この作品なんですけど、僕が実況休んでいた間に、もうこの水切りでダンジョンも出て、休んでた間ではなかったな。もうちょっと前かな。に出てたんですけど、もう一作、極上のプリンっていうのがあるんですよ、確か。この前のカレーとは違うんです。この前カレーだったと思うんですけど、極上のプリンを求めてって作品も出ていらむんで、よろしければそっちの方もね、自分もやりたいと思っております。はい。なんでね、双子魔導シリーズ、僕が大好きなシリーズになってきたんで、フリーゲームの中では。まあ、フリーゲームちょこちょこやらせてもらってますけど、いろんな人の。エクリエルというキャラが僕好きなんでしょうな。ぶっちゃけ言ったら、エクリエルが好きなんでしょうな。だから、エクリエルの素材っていうか、そのメタいこと言っちゃうと、素材か。エクリエルがいる作品だったら多分飛んでくんじゃないかな。お報告ご苦労様です。ルリー、そういう出てこなかったね、あんまり。なんだそのムーンウォーク。なんだそのムーンウォーク。ふむ。水着強化については問題なし。あとは普通の冒険者の楽しめるように難易度や男女の広さなんて、ケトスはやめた方がいいと思うよ。ケトスはやめとこ。吹雪、メイルストロームとか言うのは誰も耐えられないから。あれ。あれだけは調整しよう。それにしても、彼らにテストを任せたのは正解でしたね。おかげでデータもたくさん取れましたし。さて、メイカにはご迷惑をおかけしたので、深海の高級スイーツを手土産に謝罪しに向かいますかね。おしまい。え？終わった！あれ、今回あれないの？なんか、スタッフルームみたいな。そういうのは、なしっすか？ちょっと期待してたんだけど。ケトスについて一言申し上げたいことがあります。私は。あれ、グレンナイト行こう。今回もありがとうございました。また次回作でお願いいたします。ありがとうございました。お疲れ様です。